本日11月15日はですね、はい、我々全国かまぼこ連合会が制定したかまぼこの日でございます、はい、かまぼこの人気をもっと上げるためにどうすればいいか私考えまして、はい、板、はい、かまぼこの下に板ありますよね、うん、その板を改良すれば人気が上がるんじゃないかということで、かまぼこではなく板を、はい、ちょっと考えてまいりました。どういうことだ、こちらどうでしょう、うん、ザン、当たりがついている。おお、どうなるの、当たりが出たらもう一本差し上げるという。ああ、もう一本、いかがでしょう。そう、だからテンション上がる層なのかな、その年齢層とか、当たりって出てもう一本欲しいってなるのかな。そうか、なるほど。じゃあこちらどうでしょう、分かんないな。集めたら一枚の絵になるって、すごいなすごいな、この部分ですね、その部分なんだ、この部分。それ集めたくなるかな。ここばっか出るんですよね。だ、そういうこともあるのそういうこともあるのか。あります。あ、それちょっと違うかな。違いますか。こちらどうですか、表札になっている。すげえな、まだそれ食ったら出てくるんだろう。自分の名字が出るまで買い続けなければならない。難しいのすげえ出てきてるもん。これ大丈夫、この名字は大丈夫大丈夫です、普通の名字です大丈夫、はい、まああるから大丈夫です。これもなんて読むの、これタデマルです。タデマルさんがいるの、はい、こちらどうでしょう、iPhone ケースになっている。なんなんだろう、これかまぼこ詰まっちゃわない、このカメラのところ。そうですね、こう切るとこにバッと入ってしまいますね。裾を塗っちゃったら入っちゃう。あ、なるほど。ちょっと違うよ、 IKEA の家具みたいに。なんなんだろう、ディアゴスティーニみたいだよ。くっつけたらもう IKEA の家具みたいに。いや、家具、これ何の家具なの、これほんで棚なの、椅子なの、何なのこれ。下駄だ。何なんだよ大喜利になってんじゃねえか、あんた途中からよ。なんで別売りって、だって下駄買うわ。ダメですか。ここがかまぼこだ。何の話だよ。板です。これの使い道みたいな話だったんじゃねえのかよ。ここはかまぼこだ。板チョコだ。何がよ。板チョコの上にかまぼこ乗ってんの。はい、俺それ食べたくねえよ。ダメですかね。合わないと思うよ、食べ合わせが。こう一枚一枚全然違う絵になって、こう全部切れてて指で押すとパラパラ漫画みたいになって楽しそうだけど、こうやる不衛生じゃない、こう、そう、触っちゃうのは良くないじゃない。ダメですかね。ちょっと良さそうだったけど、スースーしたタブレットが出てくる。いらねえよ、かまぼこ食った後スースーしてなってないよ。ないですかね。ちょっと違うんじゃないかな。十徳ナイフになって気持ち悪い、ずいぶんいっぱいあんな、これ気持ち悪い。便利ですよ。便利かもしれない。だって十徳ナイフを買うよ。ダメですか。福山雅治が握った手の型がついてる。嫌だよ。いや、嫌じゃないけど。そうですか。それ福山さんに何て頼むの。すいません、かまぼこ握ってもらえますかってなるの。それ無理だと思う。刺身を置くってのはどうですか。何の話だよかまぼこ、こんなんだよかまぼこで。刺身なんか置けねえよ、こんな3キロぐらいしかよ。ああ、なんかおひたし置けよ。置くなよかまぼこを乗せろよ。じゃあどうすればいいんですか、かまぼこ。かまぼこを美味しくしろよ。そうか。